おはようございます。もうそろそろ8月が終わろうとしております。行きます。2キロぐらい太りました。ちょっとこの顔、頭に巻いてるタオル、すごい、家庭的だと思うんですけど、気にしないでください。何かのいただき物で、お正月とかにいただいた、えとのついたタオル巻いてます。眉毛も、描くのがめんどくさい。このように、もう描いちゃって、細、このイルアグラムの、眉毛、ペンシルが細い、すごく細いんで、描きやすいですね。眉毛の方に、線を描くような感じで、いい眉毛を描くような感じで線を描く、自分の眉毛はもう線だから、形を作るのが一苦労です。これで時間かかるかな。朝。眉毛で一番時間かかるかな。適当。ブサ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 。眉頭のここに毛が生えてくる。ここ。なんか抜いたりとかたまにしてるんですけど、あんまり抜くともうまた生えてこなくなってしまうから、抜かないようにもしてるんですけど、あんまり、そうだな、最近の眉毛は変わらないですね。うまくいくときとうまくいかないときもあるし、ポンポンポンって乗せる感じでやっております。マスカラをつけて、眉毛マスカラも眉毛を起こすようにして、こうシュッ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 と、シュッシュッシュッ、髪の色や眉毛の色がね、黒い割には、少なくなったのと、最近白髪なんかは全然もう染めるのやめました。もともと染めれなくなってたんですけど、アレルギーで。なんですけど、ヘアマニキュアはもう、するのやめてます。最近これ気に入って使ってます。
使いやすいですね。昨日エビスさんと田川陽介さんとかのバス旅みたいのに行ってたんですけど、北海道だったんですよね。札幌から網走までってバス、ローカル バスみたいなので、そんなバスないのにっていうのと、あと見てたら、いやそっち行かなくてももうちょっと行きやすいのにとかっていうコースとかもあったり、まあ北海道に住んでるかわかるだけだけど、いやもうなんかすごいなと思います。すっごい、エビスさんなんて72歳、その方が仕事でもやってるんだからすごいなと思います。端から端です。地図で言ったら左から右に行くみたいな、本当に。しかもなんかあんまり山の中なんか入っちゃったら景色なんか本当に緑、山だけですか、山一色というか、もう本当に広大な景色、それしかないですからね。たまに牛が出てきて、補正市長の人が見てくれてるので変なおばさんって思われてると思うんですけど9月の
9月14日土曜日、補正市長で、ゆうほ市っていうのがあるんですけど、年に2回あるんですけど、その時、美容室ですけど、商店の人たちが、お店を何か自由に自分の好きなお店を出す、ちょっと短時間ですけどね、午後3時から6時まで、ね、それにちょっと今回参加しようかなと思って、フィリルっていうブランドの、洋服を、もともとちょっと売ったりとかしてるんですけど、その商品を、秋冬物を、仕入れました。で、あと、古着といってもそんな汚いものじゃなくて、リサイクルできればいいなっていうような洋服を売って、とあとハンドメイドアクセサリーを作っている女の子の、作品も、販売します。で、あと、ちょこっとなんか食べ物っていうんですかね、韓国のソトクソトクを、大量ではないですけども、お店の前なので、私の店をちょっと街の中から外れてるし、住宅街の中にあるし、わかる方にはわかるんですけど、そういう所得ってそういうのもちょっと提供します、はい。そういうのも初めて、お店の前でフリーマーケットをするのは何回かやったことあるんですけど、食べ物提供っていうのは初めてですね。どうなるかわかんないですけど、雨が降ってもお店でできるので、外で、街の中では多分外でテントを張ってやったりとかしているんですけど、うちは、お店の前、晴れたらお店の前にちょっと商品を置いたり、でも新しい服は美容室の中で、販売します。で、試着とかできるお部屋とかもあるので、そちらはが利用できるからいいかなと思って、街の中でやっちゃうと鏡もなければ試着室もないし、暗くなってきたらね、服の色味もわからないしっていうことなので、ちょっと距離というか、街の中から少しだけ離れてるんですけど、よろしければ、その時、多分広告はもう出すってか、出るので、その中に、書いてあると思うんですけど、お近くの方、ぜひお待ちしております。ちょうどお祭りの時とぶつかってるので、よかったら、ご来店お待ちしております。ということで、メイク動画でした、ありがとうございました。またねー。このピアスかわいいでしょ？光るの、夜になって。